磯部地域予約運行型バスは、三重県島市が運営するコミュニティバスである。2009年1月7日から試行運行が、2010年4月1日から本格的な運行が開始された。愛称は、発するを ?2004 年に運行開始となった磯部町民バスと、三重交通の73系統磯部駅前的夜間、路線バスの廃止代替バスとして、 2009年1月7日に試行運行を開始。2010年3月31日まで試行運行を行い、利用状況に応じて見直すことになっていたため、2010年4月1日から未ルートに再編された。磯部町民バス、編集級磯部町が市町村合併直前の2004年に導入し、島市に引き継がれたコミュニティバス。磯部駅前を出発し、 磯部バスセンター、磯部中学校経由で穴川に至り、磯部駅前に戻る A ラインと逆回りの B ラインの2系統が運行されていた。車両は小型の専用車が使われていた。当初より利用者が少なく年度を追うごとに減便され、2009年1月6日をもって廃止された。なお平日のみ運行で土日祝日は運休された。 廃止直前の時刻表磯部駅前マトヤ館、路線バス、編集三重交通が運行していた系統。1973年4月11日に、狭間マトヤ館で運行を開始。1995年7月21日に、磯部駅前からに変更。マトヤ駅は、途中の伊勢島ロイヤルホテル止めになるものもあった。観光地マトヤに至る路線ではあったが、利用者が伸びず、 磯部町民バスと同じ2009年1月6日に廃止された。これにより、島磯部駅に乗り入れる三重交通の路線バスはなくなった。廃止直前の時刻表バス停の例予約のある時だけ運行する形式のバスである。したがって予約のない場合は運行されず、予約した乗客のいない停留所は通過する。また、予約者が10人を超えた場合は利用できない。 一回の乗車につき300円。回数券もあり12枚綴りで3000円。山ルート海ルート山、ルート海ルート北部ルート西部ルート東部ルート、島磯部駅に停車中のハッスル号10人乗りの、ジャンボタクシーを使用。磯部町50年の歩み調整施行50周年、記念し、磯部地域予約運行型バスハッスル号時刻表山、ルート平成31年度。 島市役所政策推進部総合政策課。2019年4月30日閲覧。磯部地域予約運行型バス発する号。時刻表をみルート平成30年度。島市役所政策推進部総合政策課。2019年4月30日閲覧。ありがとうございます。